地球から見た月は、その明るく神秘的な美しさで多くの人々を魅了しています。しかし、月の実際の環境は、その美しい外観からは想像しづらい厳しいものです。月には大気がほぼないため、音は伝わりません。これは月で叫んでも誰も声を聞くことができないということです。また、大気がないため天候も存在しません。つまり、月には雲や風、雨などは発生しません。月の空は常に暗く、星や太陽がはっきりと見える状態です。月の表面温度は昼夜で大きく変わります。昼間は約127度にも達し、夜にはマイナス173度まで下がります。これは月に大気がないため、太陽の熱を蓄えるものがないからです。地球の大気は温度を一定に保つ役割を果たしていますが、月にはそのような機能がありません。月は大気や磁気シールドがないため、宇宙放射線や太陽風の影響を直接受けます。これは月の表面が太陽からの有害な放射線にさらされていることを意味します。このため、月面での長期滞在を行う宇宙飛行士は、放射線から身を守るための特別な保護措置が必要です。月の表面は隕石の衝突によって形成された多くのクレーターで覆われています。これらのクレーターは数キロメートルから数十キロメートルにも及ぶことがあります。月に大気がないため、隕石が表面に衝突する際に燃え尽きることがありません。月の表面は月の石と呼ばれる特有の岩石や細かい粉状のレゴリスで覆われています。レゴリスは隕石の衝突によって発生した粉塵や破片で月の表面を柔らかく覆っています。これらの地質学的情報は月の表面探査と研究において極めて重要です。月の重力は地球の約6分の1です。これは月面では地球よりもずっと軽やかに跳ねることができるということです。月面での移動は宇宙飛行士にとっては一種の浮遊感を伴います。しかし、この低い重力環境は長期間にわたる滞在において、人体に様々な影響を及ぼす可能性があります。月の表面は無大気、極端な温度変化、放射線、多数のクレーター、特有の地質、そして低重力という特徴を持っています。これらの特徴は月が地球とは全く異なる環境であることを示しています。月面での活動はこれらの過酷な条件に適応するための特別な技術と準備が必要です。月の環境は宇宙探査の重要な研究対象であり、これからも多くの科学的発見をもたらすことでしょう。月面探査は宇宙探査の中でも特に挑戦的な分野です。月は大気がなく、極端な温度変化や有害な放射線にさらされる過酷な環境を持っています。このような状況に適応するため、宇宙服と探査機は特別な設計が施されています。宇宙服は宇宙飛行士が宇宙空間や月面などの無大気環境で活動する際に着用する特別な服です。宇宙飛行士の生命を支え、外部環境から隔離するために設計されています。これは宇宙の無酸素環境や極端な温度、高エネルギーの宇宙放射線から宇宙飛行士を保護するための重要な要素です。宇宙飛行士は宇宙服内に組み込まれた酸素供給システムから酸素を供給されます。このシステムは宇宙飛行士が酸素を呼吸するための必需品です。酸素供給は宇宙飛行士の活動時間に合わせて調整でき、長時間の活動をサポートします。宇宙服は複数の層から構成されています。外側の層は耐久性があり、微小な隕石や宇宙人から身を守ります。これにより宇宙服の表面がダメージを受けることなく維持されます。内部の層は宇宙飛行士の快適さを確保し、体温を調節する役割を果たします。宇宙服の内装には
水冷システムが組み込まれています。このシステムは宇宙飛行士の体温を適切に管理し、加熱や加冷却から宇宙飛行士を守ります。水冷システムは耐熱を吸収し、外部の温度変化に対応します。月面探査用の探査機は月の過酷な環境に適応できるように特別に設計されています。月面は極端な温度変化がある場所です。このため探査機は高温と低温の両方に耐える特別な材料で作られています。探査機の外部材料は太陽光を反射し、内部温度を一定に保つのに役立ちます。これにより探査機の機器や電子部品が正常に動作し続けることができます。月面には宇宙放射線が常に存在し、これが探査機の電子機器に損傷を与える可能性があります。そのため探査機は特別な材料で覆われ、宇宙放射線からの保護が強化されています。探査機の外殻や保護バリアは放射線を吸収し、電子機器への影響を最小限に抑えます。探査機に搭載された電子回路は放射線に対する耐性を持つ特別な設計で作られています。これらの電子機器は高エネルギーの宇宙放射線からの影響を受けにくく、安定した動作を維持します。探査機のミッション中にデータを収集し、信頼性の高い情報を地球に送信する役割を果たします。月面探査用の探査機はこれらの特別な設計要素により、月の厳しい環境での活動を可能にし、科学的な観測やデータ収集を行う役割を果たしています。その結果、私たちは月面から貴重な情報を得ることができ、宇宙の謎に迫るのに役立っています。近年、宇宙服と探査機の技術は大きく進歩し、宇宙飛行士や科学者たちの探査ミッションをより効率的かつ安全にする役割を果たしています。新しい宇宙服は軽量で柔軟性があり、宇宙飛行士の動きを容易にします。従来の大きな宇宙服と比べて、これらの新しい宇宙服は体に合わせてフィットし、自然な動きができるようになりました。これにより宇宙飛行士は月面や宇宙ステーションでの作業をより効率的に行うことができます。新しい探査機は高度な科学機器を搭載しています。これらの機器は月の地質や水の存在、地下構造などを詳細に調査できる能力を持っています。その結果、私たちは月に関する新たな知識を獲得し、将来の探査計画に役立てています。月面探査の歴史はアポロ計画の時代からスタートしました。アポロ計画は1969年に実現した歴史的な出来事で、アメリカの NASA が主導したミッションでした。アポロ11号では宇宙飛行士ニール・アームストロングとバズ・オルドリンが初めて月面に着陸し、月面を歩きました。このミッションでは岩石サンプルの回収や地質学的実験、月面写真の撮影が行われ、月に関する重要な情報が収集されました。アームストロングが月面に足を踏み入れた瞬間、人類にとって小さな一歩、しかし人類にとっての大きな飛躍という言葉を残しました。アポロ計画は宇宙探査の新たな時代の幕開けとして世界中で称賛されました。最新では NASA のアルテミス計画が進行中です。主な目標は月の南極に宇宙飛行士を送り、そこでの探査を行うことです。南極には水の氷がある可能性があり、将来的には水資源として利用できるかもしれません。またアルテミス計画は月面に持続可能な研究基地を設立することも目指しており、宇宙飛行士の活動や科学研究を支え、将来の宇宙探査ミッションの出発点として役立つでしょう。この計画は宇宙の謎を解明し、未来の宇宙探査に向けた重要なステップです。月の無大気環境は宇宙探査における重要な課題をもたらしますが、同時に
科学技術の進歩と新たな可能性を切り開く機会でもあります。宇宙飛行士の装備と探査機の設計により月面での生存と探査が可能になっています。これらの技術的な努力を通じて月は過酷な環境にもかかわらず人類にとって貴重な探査の場となっています。将来的には月を拠点としてさらなる宇宙探査が展開され私たちの宇宙への理解が深まるでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。